こんにちは、ナフ太郎です。ナーフスターウォーズキャプテンファズマブラスターを紹介します。単4電池3本を使用します。こちらは付属で付いてきた電池になります。スターウォーズの帝国軍のなんかキャプテンが使うやつなんですかね。スターウォーズ、すごいカッチカチですね。おお、いや、それっぽいですね。おお、こちらのリボルバーのシリンダーに弾を入れて撃つって感じですかね。おお、いや、いいですね。これは雰囲気がすごい、この効果音が鳴るって素晴らしいですね。ここにちょっと溝があって弾を入れやすくしてるんですかね。こんな感じで、おお、まあまあまあの入れやすさですね。ちょっと、うん、ちゃんと回転して、うんうん、こうくるっと回ってすぐ差し込めるような位置にね、シリンダーが回転してくれますので、まあ入れやすいですね、これは。でコッキングがこちらですね。こちらを引いて、よいしょ。おお、グローダーツが付属してますから、蓄光ダーツということで、暗闇で光りながら、うん、ダーツが飛んでいくっていう仕組みですね。でコッキングレバー的なところは、うん、一応ボルトアクションみたいな、こう引いてなんかこう戻したりね、下ろしたり、うん、結構凝ったギミックですね。うん、いや、しっくりきますねこれ。ちょっとこの筒状のサイトは見づらいですけど、まあ雰囲気があって、よし、発射。おおほほほ、どうなんですかね。こう引いてこうやってこう戻した方が雰囲気が出るんですかね。うん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 、おお、このままでいいかな。相談数は5発でまずまずっていうか、ちょっと物足りないっていう気はしないでもないんですけど、ギミック自体を楽しむようなブラスターなんですかね。6歳以上用って書いてあるんですけど、ナーフって8歳以上用じゃなかったっけなと。右側スターウォーズ、ナーフの表記がちょっとないっぽいですね。まあ、雰囲気重視って感じで、左側は、うん、特に何も印字はなし。ストック部分は結構肉抜きって感じですかね。ちょっとサイトがこう筒状なんですけど、見えますかね。かなり範囲が狭いんですよね。これ覗くと周り見えなくなっちゃって見づらいかなって、まあ、ナーフ精密な射撃を得意としてませんのでね、狙ったところに飛んでいかないのがナーフですから、はい。まあでもこれは雰囲気重視ってことで、うん、いい感じだと思います。いやー、こう暗闇で撃つと死ぬほどかっこいいですね。
ナーフスターウォーズキャプテンファズマブラスターでした。重量は 788g でそんな図体の割には重くないですね。で、私が買った時は日本のアマゾンで2700円でした。めちゃくちゃ安い。横が 57.5cm で縦が 26cm ですね。結構中型中くらいですね。初速が17-20mps で、まあ、コラボブラスターあるあるの 20mps ぐらいかなと考えれば、はい、でも必要十分ですかね。相談数が5発でちょっと心もとないかなって感じはしますね。光って音が鳴って撃てると多彩なギミックと、あとスターウォーズファンならぜひこの、うん、ブラスターおすすめだなって思いますね。子供が大好きですよこれは本当に。さあちょっと気になる点はこうね、こう当ててるじゃないですか。で引きまくってくるとここは痛いんですね。コッキングする部分がちょっとコッキングしづらくもなくしやすいというわけでもなく、まあでもうん、コラボアイテムって見た目重視なところはありますからね。本当にスターウォーズファンなら文句ないじゃないですかね。まあスターウォーズファンじゃないから何言ってんだって話ですけれども、出来はすごくいいので、気になる方はぜひですね概要欄から、リンク飛んでいただいてご購入を検討してみてください、うん、まあ3000円以下ならおすすめだと思いますね個人的にね、まあ、4000円でもいいかなって感じで、うん、まあ、このギミック好きな方はぜひ、はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ほいじゃまたー。